さあ、それじゃあね、お次は、ミッション100個を、クリアを目指して、行きましょう。現在ね、75個だったんで、割とね、先は長いので、強敵と戦いたいので、ちゃんとボスのいるサブストーリーから行きたいと思う。で、じゃあどれから行くかっていう話なんだけど、ね、数を稼ぐだけだったら、あれかな？髪の毛のやつをこなせば早そうな感じだね。それはちょっと寂しいところもあるんで。で、あと釣りだね、釣り。釣りは、まあちょっとずつ進めながら。で、まあ強敵と戦えるクエストを優先してやりたいかな、ということで。これ？ドワーフ女性、茶耳。ん？紹介中。どこやここ。崖っぷち村。茶耳。お。ある組織の一員です。秘術。ほうほうほう。私を含め、聖使者に会い、光の川で女神の声を聞くのです。めんどくさそう。さあ、女神の黄玉石。光の川に捧げると恩恵が授かれる。お、眩しい。明るすぎ。どうやら女神の黄玉石は無事光の川に捧げられたようです。さあ、祈りましょう。聞け、アストルティアの子よ。大いなる渦に、その存在によって、魔性がアストルティアにもたらされた。ね、数百年ごとに訪れる魔性の荒ぶりしい時、この木に乗じまずくどもは、大いなる厄災を呼び寄せんと暗躍を始める。存続か、雨粒か、アストルティアは試練の時を迎え、あなたにも女神だった。お神だったね、今の。さて、我々が担う儀式はこれで終わりではありません。お話ししておきましょう、ね。我々、聖使者は女神の六聖人。ってことは、天の声とは違う人か。世界各地に散らばっておりますと、ね、六聖人。鳳凱さんですね。じゃあ、覚えてたらな。これ、ただのお使いでしょ？パスパス。一つイベントをこなしに行きたいので、ここや！どれやろ？お、あれから、スズクル村の神代の間について調べてみたんだけどよ。誰に聞いてもそんな部屋なんて、どんな話だったっけ？覚えてねえ。だからこそ俺のハートがうずくってわけよ。冒険の始まりだってな、と。神尾の間をとことん探してみようじゃねえか。未知なるものを追い求めロマンに生きようぜ。ツッカーもおぜ。ドラゴンボール。さすが話のわかる男だぜ。ロマンのわかる男だぜ。これより若葉の探検隊結成だ。ちょっと待ってくださいよ。あの封印された書物は私とシュガさんが見つけたんです。3人だけなんてずるいっすよーと。よし。チビの証を加えて、改めて若葉の探検隊結成だ。よく聞け、隊員たちよ。この村の地下にあるという謎の部屋、神代の間の発見。隊長、オレッス。2号、私です。3号、聞き込みに出発せよ。諸君らの働きに期待しているぞ。結成、若葉の探検隊。さあ、じゃあ行きますか。聞き込みから。どこ行けばいいか教えてくれてるね。ありがてえ、ありがてえ。ここから行くぞ。へえ、知恵の社で見かけた封印された書物かい？はい、はじか先生。ね、先生ならこの本がどれくらい古いものかわかるかなって。これは。お、獅子の谷、木の玉。
なるほど、状況は分かった、ね、ヒントになるような助言が私にできるかは分からないが、施された封印の術式と劣化具合から言って300年前、ね、このツスクル村に、マダミの庭が作られた時代のはずだ。興味深い。マダミの庭が作られた頃には神の間が使われていたってことね。すごいじゃないか、翔也君。よくこんな本を見つけたね。こちらって負けてられないぜ、ね。この他が見つけた超年代物のナイスなラブレターなんだぜ。生かしてるんだぜ。あ、思い出しましたよ。授業で習ったことなんですが、300年前のマダミの庭の建設にはある建築家の一族。ドン家。あれ聞いたことあるな、ドン家。ドアチャッカ大陸のドルワーム王国に今も続く名門建築家の一族ですよ。ドン家、行ってごらんなさい。どうです？名すりじゃありませんか？悪くないアイデアだ。早速、ドルワームに出発せよ。ね、ドン家を訪ねるのだ、ね。報告を待っているからな。はいはい、偉大なる建築家、ドン・パパチョならわしのことじゃ。はっはっは、ツスクル村の謎の部屋だね。おつなことをしてるね。昔の図面とか残ってるでしょ。探してあげる。300年でそれぐらいしか仕事してないってことは大したことないのかな。お待たせ、300年前に書かれた、設計図さ、当時のツスクル村の地下には神尾の間って部屋があったみたいだね。昔、ツスクル村の地下には迷宮が広がっていたらしいね。その奥に神尾の間はあったっぽいよ。マダミの庭はその迷宮の真上に建てられた。そして迷宮の入り口は、職員宿舎の中に残された。お、職員宿舎、桜の間。そ、桜の間だって。妙な噂が絶えないから好かれなくなったっていういわくつきの部屋なんですよ。あの部屋だけはダメだ、行く、やばいやばいやばい、おいら見たんだよ、女の幽霊をよ。いや、違いですよ。お、ついに判明したんですよ。さあ、行きましょう。さあ、戻ってきた。ただまー。だ、ない。ここに置いたのに、どこ行っちまったんだ。ラブレターかな。すまん、ラブレターが消えちまった。あの先生のラブレターっぽいよな。なんでだよ、あんちゃんのアホんだな、このスライムの。うるせえバカ、もういいだろ。神尾の間がブームなんだ。で、ドルワームで収穫あったか。そうか、でかしたね。職員宿舎にある桜の間がね。行くぞ行くぞ。だ、ダメだよ、やめようよ、あんちゃん。あの部屋には女の幽霊が出るんだって。おいら本当に見たんだ。はいはい、お前のことだから、どうせ何かと間違えたんだ。君たちの優秀な働きにより入り口が明らかになったんだ。これをくれてやる。エルトナ推薦あげちゃう。あ、よかった、これで1回分消費してくれた。さあ次だ次。驚いたが、ちゃんと報酬を用意しておいたのだ。これも退場の務めだ、ね。さあ、長旅の疲れを癒すがよい、ね。また探検に出発だ。以上、解散、閉廷。あれ何この茶番。違うんだ、違うんだよ、おいら。本当に幽霊を見たんだよ。あの日、おいらは授業をサボって昼寝でもしようと思って桜の間に近づいたんだ。そしたら、ちょうど雷が落ちて、窓に白い女の顔が浮かんでるのが見えたんだ。ただね、あの現実だったらさ、幽霊なんているわけないでいいんだけど、ドラクエの世界観だったら幽霊いてもおかしくないからね。さあ、行きましょう。まあ、これで1個分回収できたのはいいね。さあ、ナイスタイミングだ、隊員2号。ね、これより我々の謎の部屋、神代の間を目指して地下探索に出発するのじゃ。もちろん来てくれるよな。もちろんさ。食堂出てすぐ右手に見える建物のことだ。ね、桜の間はその右端にあるぞ。よし、いざー。で、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 かーん、で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 、っと。あそこか。行くぞー。ほう、誰も使っていないようだ。噂の幽霊部屋、桜の間。見たところ普通の部屋ですね。もうちょっとおどおどしい部屋を想像していたのに、がっかりがっかり。さあさあ、入り口があるはずだ。探してみよう。
ね、丸を連打しながら。お、棚の下に扉のようなものが見えます。バイオハザードかな。棚の下から地下へ続くはしごが現れた。うー、何か聞こえませんでした。幽霊だよ、女の幽霊だよ、ワンちゃん、帰ろうよ、やめよ。ビビってんだよ、風の音だろ。これより我々我が物探検隊は神尾の間を目指し地下探検に出発するのだ、ね、いかなる危険があるともわからん。数々の苦難を乗り越えたとき、我々全員で生きて帰ってくれると信じているぞ。生きて帰ってこれなかったらどうするつもりだい。おっと、はじか先生、何やら騒がしいから来てみれば本当に道を見つけるとはねえと。いいことだが、私が死である以上、ガクトの君たちが危険な行動を許すわけにはいかないよ。じゃあ俺一人で行ってくるわ。あなたもですよ。あ、断る。危険が危ない。何があるか自分の目で確かめたいんだ。ふう、ではこうしよう、ね、私もついていく。少しでも危険があったら引き返すこと、ね、はぐれないこと約束してくれるね。さすがはじか先生、話の分ける男だぜ。それでは新たなメンバー隊員4号を加えていくぞ。でかーん。どうしよう、はじか先生が一緒だなんて。はじか先生、裏切り者かな。お、ダンジョン入ります。なんか封印が道を塞いでいる。なんて強い力なの。こんなに強い封印、私はとても解けない。先生お願いします。先生、私の読みに間違いはなかったようだな。すごい先生、いいんですか。はじか先生、やべえ、やっぱ悪者だ。神男か、へへ、おいら足跡つけたかった。どうしてってんだよ、はじか先生。何やってんのよ。すまない。それは君たちに借りていたものがあるんだ。返しておこう。はい、ラブレターです。この手紙は参考にさせてもらったよ。おいらが拾った。ラブレターね。ラブレターを盗んだのはあなただったんですね。なんだ、この声は。ぐるる、うおー。何が起きた。行っちゃった。あ、イメアちゃん。で、出た、女の幽霊だよ。姫ア様、どうしてここに。え、のとさん、のとさん。はじか、封印を解いたのはそなただな。しともあろう者がどういうことか聞かせてもらおうか。姫屋様、ご登場とは参りました ね。お察しでしょうから白状しましょう。500年前に使ったという、不老の禁じを目当てにこのつづくの村へと来たのですよ。これまでの人生全てを学問に捧げてきました。そして悟ったのです。人の一生はあまりにも短いと。人は残酷なものですよ。いかなる賢者の意地も命が尽きれば一瞬で無に帰してしまうのですから、ね、不老の禁じの書を探しに来たというのか、ね、恐れを知らぬ愚か者め。不老の禁じは書など残しておらぬわ。愚か者、それはあなただ。どれだけの人々に可能性をもたらすことか。なぜ世の中のために使おうとせんのじゃ。
あの禁獣はそなたの思っているような万能の術ではない。禁術の力を受け入れることができる者は限られておるのじゃと。多くの者は死にます。死ぬこともできない。いい、あの獣のように、あの獣を閉じ込めておくために封じておいたのだ。余計なことをしてくれたもんじゃ、ね、私はあの獣を取らなくてはならん。そなたらも立ち去れ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 。あの獣は不老の禁止の犠牲者ということか。ならば奴の体を調べればやってやるぜ。おいらが桜の場で見た女の幽霊って姫様だったんだ。へへ、おいらさ、会ったことないから勘違いしちまったぜ。というわけで、秘められた謎の部屋、神尾の間の姿が我らの前に明らかになったのだね。記念品を贈呈しよう。さあ、さっきの獣は強いんですかね。これに平和熊の探検団解散。さあ、帰ろ帰ろ。待てワンちゃん。まさか私たちの探検がこんな結果を招いてしまうなんて。でもこんな状況だというのに、私は一つどうしても気がかりなことがありました。なぜはじか先生はこの他の拾ったラブレターなんて欲しかったんですかね。どうしても気になって一人になってからラブレターを開き、ようやく気づいたんですよ。どうして今までこのことに気づかなかったんだろう。続くか。とんでもないことに気づいてしまったかもしれません。ラブレターを見てください。生涯をかけて君を幸せにしたい。神尾の間にて願いが天に通じたなら、約束のあの丘へ向かおう。英語約束する誓いの杯を二人で交わそう。へえ。構わん。おじいちゃん。そうですか、おぞましい化け物が来たということですね。ただでさえ老い先短い身です。寿命が10年は縮んだ思いですじゃ。誓いの杯まで奪われてもおった。来てしまったのですね。誓いの杯ってのは婚礼の儀で使う品でしてんだ。うちじゃ代々その誓いの杯を作っておりますんじゃ。そんなものをどうして化け物が持ってったんじゃか。生涯をかけて君を幸せにしたい。神代の間にて願いが天に通じたなら、約束のあの丘、ね、そして永遠を約束する誓いの杯を。夢見が丘かな。姫様、あの獣は一体。お許しください、出過ぎたこと。構いません、話しておきましょう。まずは私のことを話さねばなるまい。大きくなっちゃった。ススクルの民は世界中に使える一族ですね。秀でた者は守り人に選ばれ、ね、不老の禁樹で長い寿命を与えられるのじゃ、ね、500年前に選ばれた。しかし長い寿命は私にとって呪いにも等しきものでした、ね、誰も、彼もみんな私を置いて死んでいく。愛する者と共に生きることもできない。それが永遠を生きる者の定めなのですよ、ね、定めに逆らい、許されぬ過ちを300年前に犯した。何をしたんだい。琥珀という名の男に出会いました。不思議な男です。私の定めと知ると去っていくのに全く意に介さない様子。いつしか私たちは愛し合うようになり、そして共に永遠を生きよう。不老の禁樹を僕に使ってくれ。孤独から救いたいのじゃ。まさかあの獣は。琥珀の体は禁樹の力に耐えることができなかったんです、ね、話は、私のススクル村に戻ることにしましょうとね。服すっげえ汚れそうだね。待って待って、この手紙を見てください。これは姫屋様のラブレターじゃ。その手紙を一体どこで。生涯をかけて君を幸せにしたい。神尾の間にて願いが天に通じたなら、約束のあの丘へ向かおう。そして永遠を約束する誓いの杯を二人で交わそう、ね、結婚を約束する手紙だったんですね。300年前の約束を覚えているんです。果たすためにこの家に来て誓いの杯を。つまらぬこと。琥珀はもう人ではない。
その家300年も閉じ込めたのですよ。命を絶ってやることこそが琥珀のためと知りながら、それもできずに。姫様、これお礼です。ゴールドストーン2個。たったん。さあ、結構強そうな気がする。あ、天は私たちの願いを聞き入れなかった。2日に及ぶ剣術の斉唱の末、目にしたのは琥珀の爪に引き裂かれ無残な姿で倒れる術者たちの姿だったと。神代の間は変わり果てた琥珀により赤く染まった。私は彼を牢に閉じ込め、神代の孫と封じるしか他なかったのですよ。10年、100年、300年、救う方法を探し続けた。だが時が過ぎるほどこう思い知らされた。どこにも存在はしない。ラストっぽいね。次が始まるっぽい。ちょうど証も来たようだ。さあ入れ入れ。よくぞ来てくれましたよ。少し考えてみたんです、ね、婚礼の儀を行うはずでした、ね、誓いの杯を交わすはずだった約束の地、世界樹の丘。ほう、どこだ。そなたたちも共に行くのです。見届けるのです。あ、オーブもらえる。いただきます。東にあるクオンの森を抜けた先です。さあ行きましょう。さあ敵強そうだね。回復ぐらいはしていこうか。いたいた。おばあちゃんエルフにババアなんているわけねえだろ。ずっと分けんだよ。日比谷様が化け物を追って丘へ向かわれたのじゃ。お願いするのじゃ。あのヤサ男がこんなになっちゃった。思えばそなたと最初に出会ったのもこの丘であったな。あれから300年、時が流れようが移ろゆく中で、私とそなたの時間だけが染まったままである。永遠に思えた我が命も間もなく尽きる、ね、この世界樹が花をつけようとしている。世界樹の花、花が咲くのを見届ければ我が役割は終わる。共に行こう。お行きなさいって言ってそう。なんで先生ひでえ。その獣を殺されては困りますよ、ね、私の貴重な研究材料ですからね。まだ不老の術を欲するのか。永遠の命は生きとし生きる者の共通の夢でしょう。いかなるリスクがあろうと手を出す価値は。ん、ああ、お前なんてことするんじゃこら。そうだった。いしょー。うおーん。なんでやねん。なんで俺らが襲われんとあかんの。さあ行くぞこら。ボコボコにしてやるわ。テンションがいい具合に溜まってるな。ビリバリブレイン。一冊ブレードインパクト。しかしやはりなかなか強そうな感じです。攻撃力を落とすのじゃ。オットジャグリング、結構かわしてくるね。でもこう向こうのデバフがかわいそうなぐらいだね。本当に守備力アップ。おわ、猛毒だ。結構痛いけど、結構痛いぐらいだな。闘魂打ち、ほら痛い。そして終わった。じゃあどうしようかな。見逃してやる。見破る。ボケ
道具、毒消し草。ポンコツなぜ。ダメだこいつ、自分には使えねえんだ。なるほど。しょうがない。てか2段階下げてこのダメージだから結構強いんだね。勘弁して。あのさ、必殺全身全霊切り、行くぜ、覚悟しろ。攻撃力落ちてこの強さだから、やっぱ結構強いは強いんだよ。毒消しそう、必殺ポンコツなリズム。うん、そこまででもない。アサシンアタック、大丈夫、生きてる。行くぜ、覚悟しろ。さて、毒消し草。キューザ結構減ってるね。上毒消し草。あ、消えちゃった。まあ、いっか。で、本気でやろう。お寿司の人。はい、テンションブーストからの、ほら。攻撃力さえ落としておけばということで、ゴッドジャム。よし。で、超魔法暴走時。全員か。もうずっと猛毒やな。まあもう決めちゃいますかね。ブレードインパクト。さあ、ドルマドン。暴走しろ。結構なダメージやな。痛い。結構痛い。回復。終わるか。決めろ。あ、終わんなかった。決めろ。イエーイ。呪縛の魔獣をやっつけた。レベルが上がった。力が湧いてきました。やりすぎ。そうだ、私の名前を。先生生きてる。私がわかるか、紅白。やめてー。私に人としての幸福と生きることの意味を教えてくれた。私はそなたに何を与えられただろう。すべてを奪い、鎖につなぎ、苦しめてすまなかった。我が手で黄泉へと送ろう。いやー、ヤンデレだ。とどめを刺された。杯が、
この丘で婚礼の儀を行う約束を忘れずにいてくれたのだな。約束を果たそう。清めの酒、ね、願わくば我らに祝福を。殺しといて自分だけ酒を飲む。怖い怖いよ。あ、かけた。元の姿に戻ることもなく闇に溶けてしまった。これ以上いけない。そんなやめてくださーい。お、男の決意をバカにすんじゃねえ。ラブレターにはな、男の一生分の図形画像が詰まってんだ。俺たちの夢を壊すってのか。ごめんくさん、お前こんなこと望んでるわけないじゃないですか。死んじゃうなんてやめてください、やめてください。姫様がいなくなったら、いくいく。死は教えられることよりも教えられることの方が多いというが、本当にそうなのかもしれん。学びの庭を作り、子供たちに学問の道を開こうと言ったのは琥珀だったのだ。琥珀よ、見えるか。共に生きることは叶わなかったが、ここに我らの子供たちがいるのだ。先生、端っこの方に見切れてる。スズクル村に帰りましょう、ね、世界一の守り手であり、そなたたちを学徒を導く母なのですからね。みんな後で私の部屋に来てください。やれやれ、おいとましますよ。不完全な近所など美意識にそぐわないものでしてね。じゃあ俺帰るから。おお、姫様から話は聞いておる。入るがよい。よく来てくれました、ね、足りないかもしれませんがグリーンオーブあげちゃう。あんまり歓迎してもらってないよね。こんな渡り廊下で済ませるなんて。お茶ぐらい出せ、お茶ぐらい。走り回る子、転んで泣く子、木陰で本を読む子、食べてばかりいる子。みんな私と琥珀の子なのだと思った途端、この世を去ることが悲しくなりました。残された命は学徒たちのために使うことにしましょう。最後までみんなのそばにおりますよ。もうしばらく黄泉の入り口で待っていって。黄泉の入り口に無理やり旅立たせた人の言うセリフじゃねえけど。ね、とどめ刺しとってその言いようはないよね。眠そうな顔しとうな。この渡し船、ウェディ以外も使うんだ。世界中。あの幼女が。幼女に会いに行く ?500 年前に。フィン。若葉の冒険。姫様から話は聞いた。大変に世話になったな。本当にありがとう。ね、晴れやかな顔を見せてくれるよ。そなたたちのおかげだ。元恋人をぶっ殺して晴れやかな顔を見せれるようになったって思うので、結構なヤンデレですが、しょうがないね。さあ、ということで、今のでね、4つクエストクリアなんで、サブクエはやっぱ5個ぐらいっぽいね。サブクエの強敵をあと6個。倒せば6個もあるかなっていうのもあるんだけどね。ちょうど、トロフィーがもらえそうなんでね。また次のね、ちょっと強敵のいるサブクエを探しましょうかね。終わったらセーブ。さてさて、さあ次は何にしましょうかと。